はい、こんにちは。電磁気学の基礎を勉強していきましょう。今日は時間的に変動する電波と磁場について勉強しましょう。まあ、こういうモーターとかの原理ですよね。睨んでますね。はい、前回どこまで行ったかというと、こういう電荷の保存則について勉強しましたね。ある微小領域を考えたとして、で、その中での電荷の時間変化分で、それがマイナス具合、つまり例えば初め10クーロンここにあって、9クーロン、8クーロン、7クーロンみたいな感じで時間的に減っていったぞと。で、その減っていった分はどうなったかっていうと、ここから発散として出ていく電流に等しいんだよっていうものでした。電荷っていうのは消えちゃったりせずにちゃんと保存してるんだよ。まあ、電荷の保存則ですよね。それはこれを表しています。まあ、式が出てきたときにどういう意味があるかっていうことをいつも理解するようにしてくださいね。ただ単にこれ暗記するなんてもう愚の骨頂でしょ。それ虚しいですよね。さあ、もう一個復習です。この右ネジの法則を使ったなんかその、磁場を求めましたよね。例えば無限に長い、導線に流れる電流が作る磁場、あるいはなんかコイルを作って、そこのぐるぐるって巻いたドーナツみたいなコイルの中の磁場が作る磁場を計算しましたよね。その計算の時は初めこれマクスウェルの方程式4番目って手で天下り式に与えておいて、でも今時間変化しないからこの項はちょっと覗いとこうねって言って、まあ、こっちだけを使いましたよね。まあ、しかしですね、ちゃんとこの項が時間変化がある場合にはこの項がなきゃいけないっていうことを今からちゃんと証明したいと思います。さあ、この式の名前っていうのはマクスウェル・アンペールの法則っていうみたいです。まあ、僕はいちいちそういう法則の名前ほとんど覚えてないので、まあ、そういう名前がついているはい、じゃあこの両辺にダイバージェンスを作用させましょう。こいつですね、発散量を見てやろうと。で、まずこう左辺ですけれども、これ回転のローテーションの発散なので、これは基本的にゼロになるべきですね。回転成分を見ているのに回転成分の中っていうのは発散の部分はないので、これはゼロです。まあ、確かめましょうか。おまがいなって言われると思うので確かめましょう。ベクトルで計算するのは難しいから、成分でとにかくばらして書くのがベストですよ。まあ、そうしないと計算できないですよね。まずこれ、発散です。これ デル X にこいつの X 成分、それからデル Y にこいつの、Y 成分、デル Z にこいつの Z 成分をおのおのかけて足したっていうのがこの、内積でしたよね。で、これ、あらわに書いてやると、こいつの、あれ、この矢印、ナブラの上に、矢印抜けてましたね。ごめんなさい。で、こいつの X 成分、この B の、ローテーションの X 成分というのは、BZ デル Y、デル BY デル Z を引いたものでしたよね。まあ、そんな感じで、こう、ちゃんとあらわにこう書いていってやりましょう。成分を。で、これ、まとめて書くとこのようになります。で、ここの部分ですね、これ微分の順番を変えただけなので基本的には等しいわけですね。なのでこれはゼロです。確かにゼロでしたね。というわけで左辺はゼロです。じゃあ右辺を見てみましょう。右辺の計算をしますよ。まずこれ、こいつを内積かけてやるとこうなりますよね。で、こっちはこのようになります。で、ここで、これ、マクスウェルの方程式の一番初めのやつ、思い出してください。こいつでしたね。これをここに入れてやります。そうすると、どんな式になるかっていうと、こんな式になりますよね。これ、見覚えあるでしょ？前回最後にやった式。今日の初めに復習としてやった式。電荷の保存則です。電荷の保存則から、これはゼロになります。いいですかね、この式ですね。というわけで、これでちゃんと辻褄があったことになります。つまり、この項がないといかんわけですね。改めて、この
惑星の方程式4番目がゲットできました。金貨ゲット。というわけで、これ1番目、2番目、3番目と来たので、最後はこの式がありそうですよね。これ E の、発散、B の発散、B の回転、E の回転が欲しいですよね。発散っていうのはこういう性。それからローテーションっていうのはこの青色のやつはこういうぐるぐる回った性ですね。さあ、これをどっから導くかというと、ファラデーの法則です。それはどんなものかというと、まあ、こういうところにこう、回路を引いておいて、なんか導線みたいなのがあったとして、この、これ、コイル、このコイル、まあ、コイルか。コイルを貫く磁束。この、ここを貫くですね。こいつが囲む中の、こいつが貫く、磁束。磁束。磁束っていうのは、B を面積積分したものですね。で、それの時間変化のマイナスっていうのは、それは、コイルに発生する、このコイルに発生する起電力に等しいというものです。時速はこの定義ですね。B を、面積積分して、これ全体、ね。こいつを貫いている、磁場のすべてを時速と言います。さあ、V っていうのは、起電力っていうのは、ここに、この電、コイル、コイルを一周する電場の、この線積分ですよね。一周する線積分のことですよね。で、ここでストークスの定理を使います。そうすると、面積分になりますよね。このように。というわけで、これをここに入れてやると、こんな式が得られますよね。はい、これがマクスウェルの方程式の3番目です。ゲットしました。まあ、ファラデーの法則の、近接相互作用版という感じですよね。磁場と電場、ベクトルで書き直したものです。というわけで、やっとですね、ここで4つのマクスウェルの方程式を得ることができました。で、ここで、この、イプシロンゼロとかミューゼロっていうのは、まあ、真空中の、ゼロって書いたら真空中って意味で、まあ、物質によって違うので、もし物質中だったとすると、その物質のイプシロン、それからミューっていう値を使います。まあ、その、電場とか磁場の方向が、もしかすると、その物質の特有な、なんか、兼ね合いで、方向が変わっちゃったり、大きさが変わっちゃったりすることがもあるんですけれども、まあ単純に、イプシロンを、イプシロンとミューをその物質に変えてやるっていうのが一番単純な、まあ、方法ですね。もうちょっと違う場合もありますが、基本的にはまあこれ。一番簡単な場合にはこれです。で、それと、電磁場中の可電粒子の運動方程式。で、これと、この、まあ、だから磁場と電場の運動方程式、それから、まあ、電子とかですね、この中で登場してくる物質ですね、電子。まあ、電流とかだったら電子ですよね。まあ、電子とか、あるいは、プラスの電荷がもしあったとすると、そういう電、粒子。だから、粒子と電場磁場の運動方程式をまとめて、基本的に電磁気学の法則は、これと磁場と電場のマクスウェルの4つの方程式とこの可電粒子の運動方程式で、全てまとめることができます。まあ、これさえあればいろんな法則、クーロンの法則とか、秒差バールとか、まあ、めちゃめちゃいっぱいありますよね。フレミングの左手の法則とか、それら全てが、さっきのファラデーの法則とか、いろんなものは、全てこいつとこいつから、導くことができます。まあ、これに帰着されたわけですね。あ、で、先ほどのこれですね。例えばこの空気のイプシロンっていうのと、は、この真空のイプシロンゼロに対して、どういう値かっていうのを示したものが、非誘電率です。これ誘電率で、まあ、その、比較したものなので、非誘電率。空気だと、まあ、ほとんど真空と一緒ですね。水だと結構でかいですよね。80.4。まあ、これ温度にもよっても違う。
あとガラスなどとか木材とか、まあ、いろいろ木材の種類によっても違うでしょう。それから当時率の方も非当時率を示すことが示すというか、よく理科年表とかに載ってると思います。空気とか、空気はまあほぼ1ですね。で、鉄などの強磁性体というのはこれがとても大きい値になります。で、よくですね、E と B の代わりに、まあこういうふうに D と H っていうのをこういうふうに定義して置き換えることもあります。まあ、こう置き換えると、ここにイプシロンゼロとか、で、ここにミューゼロとか書かずに済むんですよね。さて、次回はですね、電磁気学の基本法則についてまとめていきましょう。では。